今回の商品はこちら。スタンリー・キューブリックが1980年に公開しました映画シャイニングから双子のグレディ姉妹のフィギュアです。ということでパッケージから見ていきますか。正面がこんな感じね。しっかりこのシャイニングのロゴが入ってますね。商品名はこのザ・グレディ・ツインズ、双子のグレディ姉妹。この商品を発売したのがこのファンコさんという海外のフィギュアメーカーさんで、そこが展開しているロックキャンディっていうシリーズですね。箱のかなり広い面積にオーバールックホテルに敷かれていたカーペット柄があしらわれてますね。こっちにもグレディツインズ、こっち側にはダニーの三輪車のシルエットと商品と、これはダニーですね。で後ろはこんな感じ、商品のイメージが貼られてますね。ワーナーさんのロゴも入ってます。で開けてっちゃいましょう。サンドイッチみたいに入ってますね。で開けますと、はい、開けるとこんな感じ。中にこの商品と透明の台座も入ってますね。立たせてみましょうか。ここに穴がありまして、刺していきます。これいいですね。こんな感じね。でポンってカットが飛ぶんですよ。映画でもこんな感じでしたよね。またね、顔色もね微妙に悪い。リアルなフィギュアというよりはちょっとディフォルメされた可愛らしいフィギュアですね。でこれですね、ほんとおもちゃっぽいかなと思うんですけど、こだわりが半端ないんですよ。この辺ブログに書いたんですけど、ちょっとね動画でも紹介していきますね。これまずね、身長が違うの分かります？双子なんですけど身長が違うんですよ。こっちがねお姉ちゃんのリサ・バーンズさんで、こっちが妹さんのルイーズ・バーンズさん、バーンズ姉妹ですね。で映画でも見れば分かるんですけど、実は身長がお姉ちゃんの方が若干高いんですよ。で体型も微妙に大きく見えるんですよね。で普通ですよ、こういう双子のフィギュアって同じものを2体並べればいいじゃないですか。でもそうじゃなくって別の個体を作ってるんですよ。だから顔もちょっと違ってですね、これリサさんでしょ、リサさんの眉毛とね、このねルイーズさんのね眉毛も違うし目も違うんですよ。ちょっとお姉ちゃんの方がちょっとやっぱなんかね大きく見えちゃうんですよ。で顔が少し傾いてるというか、お姉ちゃんがこう体を少しこう反ってるんですよ。わかります？なのでちょっとねほらお腹が出てるんですよお姉さん。で妹さんはあんまり出てない。だから背中も見るとわかるんですけど、お姉さんの方が反った体勢になっていて、妹さんはそうでもない、直立してるんですよ。綺麗に背筋をちゃんとしてるんですよ。スチールでもちょっと確認してもらいたいんですけど、ほんとその辺をですね地味に再現していて変態的だなと思いました。でねこのスカートの丈もね微妙にこっちが長いんですよ。広がり具合も違うし、リボンの具合も違う、作りが違う。ちゃんとねここの完全に別個体なんで、スカートのこのひらひらも変えてあるんですよね、後ろの方までね。でこれもね映画本編と一緒で、お姉ちゃんの方が若干靴下の上がり方が高いんですよ。こんなのね、なんで再現しようと思ったんだろうっていうぐらい僕は感心しました。感動しましたね。もうファンコさんにねありがとうと言いたい。でまた細かいこと言うと、このね手の交差もねちゃんとね映画と同じようになってます。ブログにも書いたんですけど、ただスチールで見るとこのね手の交差がね実は逆になってるんですよね。謎なんです。宣伝用に撮った時にクロスの仕方を間違えちゃったんですかね。まあ数カットあるうちで実は腕の組み方を変えてたのかな。しっかり姉妹で手をつないでます。でねお洋服にはねもともともう血がついちゃってるんですよ。でも血もちゃんと違って、お姉ちゃんの方がねちょっとね流血が激しい。足元はねこの可愛いパンプスみたいな靴が再現されてますね。これもねこのね洋服と一緒にねスタンリー・キューブリック店にねこの靴も展示されてたんですけど、ほんとこんな感じでした。でこれね発売されたのがニューヨークコミコンっていうのがありまして、コミックマーケットみたいなものなんですね。それの2018年の秋に開催された際に会場限定かなんかで販売したみたいなんですよ。だからね僕はね少なくともね日本のねお店さんとかショップとか国内のねネットでもねあんまりね見かけないですね。少しだけありましたけど、まだ Amazon に売ってるんですよ。定価はいくらか分かりませんが、買うとしたらね 4,5,000円ぐらいで買えたかなと思います。で頭にはねちゃんとこのね髪飾りがついてるんですよ、可愛らしい。で同じファンコさんから発売されたこのファンコポップ、これともねちゃんとね形は同じだけどね、顔の大きさがもうめちゃくちゃ違うんですよね。で基本的に髪の毛もあるんで稼働はしないみたいです。首も回りませんし、どこも曲がる気配を感じませんね。動きません。大きさは 12.5cm、 横がね 9cm ぐらい、手を入れるとこんな感じなので、まあねほどほどの大きさです。そんな大きくはないですけど、これもね1体じゃなくて2体あるから
なかなかね、ある。こうやってちょっと見下ろされたぐらいが、アングルが映画本編に近いのかな。ダニー三輪車に乗ってましたからね。この威圧感というか寂しげな表情、シャイニングですよね。撮影の時ね、ダニーを演じたダニー・ロイドはホラー映画だって聞かされずに撮影してたみたいなんですけど、この双子姉妹はどうなんですかね。撮影当時はね、まだ12歳とかだったらしいんですけど、12歳って言うと小学6年生ぐらいですか。今はもう40代後半になっちゃって50手前ですよね。で、最近 SNS、Twitter とか Facebook とかそんなところで露出して、結構ね、ニュースサイトとかでもいろんなところで取り上げられてましたね。スタンリー・キューブリックに関連する上映会とか、それこそフィギュアのイベントとか、確かね、スタンリー・キューブリック展にも訪れていて、なんか写真を投稿していたような気がします。まあ今もお元気そうでした。ということでね、今回ねファンコさんから発売されましたロックキャンディシリーズのシャイニング、グレディツインズ、こちらをご紹介させていただきました。まあ Amazon とかでもまだ買えます、というかアメリカの Amazon でまだ買えます。双子の商品化はなかなか珍しいので、まあ可愛いし、売り切れないうちにね、ぜひね置物にもいいんじゃないかなと思います。そんなところですか。特にね、動くフィギュアじゃないので、もうひたすら喋るしかないんですけど、ご興味がございましたらぜひ探してみてください。ではありがとうございました。